白川高原スキー場白川高原スキー場とは、福島県西郷村に、かつて存在したスキー場である。もともとは、赤面山スキー場だったが、90年代末期に、リフトや、センターハウスをリニューアルして改名した。しかしリニューアルわずか数年で閉鎖した。コースは6コース、リフトは5本、最長滑走距離は2600メートル、最大傾斜は30度であった。 ゲレンデには人工降雪機、ナイター設備を備えていた。今では冬の雪中登山のコースとして利用されている。2000年頃に休業から廃止されたようである。当時はナス公子有料道路を通らないとゲレンデにたどり着けず割高感が客離れを招いたと見る向きもある。近隣のマウントジーンズスキーリゾートナスも同様の条件下であったが、 一般道の迂回路の建設に尽力したり、有料道路を通らない迂回コースの看板を大量に建てたりした後、現在も営業を続けている。ナス公私有料道路は2008年8月末に普通の一般道路に変更されたが、除雪がしっかりされておらず通行は困難である。2020年に敷地内にハイプラスチック類などを不法投棄したとして、 解体業の男が2021年10月20日までに逮捕されている。不法投棄された廃棄物は2021年9月29日に福島県による行政大執行で回収された。ありがとうございます。